に、鶴巻さんの作品をご堪能いただけるというふうに思っておりますし、来週の水曜日まで、この展覧会で開催されますので、一人多くの皆様方のご来場を期待しますとともに、この作品で開催にあたりまして、ご尽力いただきました、文壇協会をといたします、多くの関係者の皆様は、三条市における文化、芸術の振興を図るために、設立されたものでございまして、本日の、若手芸術家支援事業もですね、その一つとなっております。そこでですね、若手芸術家支援事業につきまして、改めまして。展示室には、私の今までの制作した銅版画作品とともに、ピッチングプレス機や技法についての展示もございます。ですので、少しでも皆さんに楽しんでいただけたらと思っております。せーの、私の一人だとやっぱりそういう会社があったから。あ、そうですか。あ、スルシとかいろいろわけなのか。そうですね、ポ、ね、リシも、ポリシとかで、スルシとか、あ、これはノントキシ、ノントキシか。そう、誘拐じゃない宝飾材だったので、その技法商と格闘しながら、その一般でいろんな技法を詰め込んで制作しました。作品のテーマとしては、その4人の人物像の顔を少しテーマが重くなって硬くなっていくという、そのような指導を受けます。それでもやっぱりそれまでそういうことを考えてきたことがないので、その分からないんですね。なので、そのドローイングがいいと言われても何がいいのか分からないところがあって、やはりテーマを持ってしっかり作っていくのがいいと思っているんですけども、そうすると今度ドローイングも描けなくなっていき、銅版画作品も作れなくなっていき、それでその長い間のスランプになったんですけども、それを表現ができるので、線とは違うまた表現が出来上がります。を理解していただけて楽しんでいただけたら嬉しく思います。本日はありがとうございました。